てくれるの待ってるんだから気づいてよ。マジでミコリンだ。さくら、聞いてほしそうにしてるから何か質問してやってくれ。ん？めんどくせえ。建物。苦手なんだ。私も苦手で。実は俺も。って三越馬くん全滅だよ。うるせえ。これだけ見て言うな。まあまあ。キャラの魅力を最大に盛り上げる、それが俺の仕事だからな。ヒーロー、うぜえ。ミコリンって呼ぶな。バーカバーカ。ごめんね三越馬くん、つい。そんなこと言ってると、こっちだってチオリンって呼んじゃうぜ。引くな。乗れよ、乗ってこいよ。おいおい、誰に聞いてんだよ。目の前にいいんだろ、超美形のプレイボーイが。なんだよその目。分かってるよ、ちょっと行ってみただけだよ。後でめいめい泣いたって誰も助けに来ねえよ、子羊ちゃん。自分で言って自分で恥ずかしがってるんだ。愛らしいだろ。なら言わなきゃいいのに。いや、というか、やだ、もう私のバカ恥ずかしいよ。かわいい。ニコリンってヒロインのモデルだしな。でも鹿島くん確かにかっこいいな。え、なにここ、右向いても左向いても心臓に悪すぎる。はあ、ニコリンのそばって落ち着くね。なんだよ、褒めても何も出ねえぞ。じゃあ早速だが。ちょっと、今日一緒に帰る約束したでしょ。私とだよね、三越馬くん。どっちと帰る気？野崎、俺はどっちと帰るべきなんだ。アスカかな、なんか怒ってるし。その日は用事があって。嘘つけよ、お前暇だろ。こっちは予定してんだぞ。ねえ、来週の火曜日なんだけど遊ばない？てめえ、それ先週俺が誘った日じゃねえか。何同じ日指定してんだよ、意味が分かんねえ。俺を持って遊ぶのもいい加減にしとけよ。お前は俺のプライドを痛く傷つけた。見てな、魅惑のトーク術披露してやるぞ。綺麗だろ。すごいだろ。楽しい。ありがとう。面白い。俺面白い。ありがとう。プライドどうした？そうなんですよ、周りいつも女の子ばかりで、こういうの緊張するっていうか。でも今日は勇気振り絞っちゃうぞみたいな。なんで俺が女役なんだよ。いや、もし女の欠員が出た場合必要なんねえよ。書かせてやってもいいぜ。あー、助かる、ありがとう。じゃあ明日一日よろしく。やった。さくら、嫌だよ。なんとか断ってもらえたらどう。嫌だよ。俺、美少女フィギュアしか持ってなかった。こっち来いよ。
な、あったかいだろのポーズ。5度目の浮気がバレ、今度こそ別れると本気で告げられ、途端に慌てふためき、必死に捨てないでくれとすがりつく男のポーズ。でも、もともとは私が原因で頼まれちゃったモデルだしね。飲み物でも差し入れしよう。ん？え、バカ野郎！一人にすんだよ！心細いだろ！めんどくせえ。いいぜ。今度呼ばれた時には、お前だけのヌードモデルになってやるよ。中途半端に気を許すと、いつも以上に軽口を叩いてしまうんだ。分かってたなら止めてあげようよ。これからは俺がお前を守ってやるよ。俺だけのシンデレラ。震えているね。緊張してる？そんな強がり言う君も可愛いよ、僕のバンビーノ。ちょろいねヒーロー。おいおい、やめろよ。乗せられてたまるか！お前らバカじゃねえの？こんな見え見えの手に乗るやつがどこにいんだよ！ニコリ、そっちの構えの方がかっこいいよ！え、こうか？ヒュヒュ、王子のさすがかっこいい、かっこいい。それに、やっぱりさくらはリボンが似合うぜ。あ、ありがとう。次は俺の番、次は俺の番。わあ、ミコリンも帯すごい。そうか、絵付けもバッチリだね。かっこいい、かっこいい。